こんにちは、波の平でございます。本日は泉佐野市にありますタイ料理の店トゥクトゥクさんに寄せていただいております。今回は珍しく夜ご飯をいただきに初のタイ料理ということで寄せていただいたんですけども、店内こんな感じです。4人掛けのテーブルとお座敷がちょこっとあって、入るとなぜか南国を感じる直感で、あ、ここなんか美味しいもん食べれるなって、そんな感じのするお店でございます。メニューはこんな感じで画像付きの見やすいメニューになっています。そして小さくね、説明が入ってるので、どんな料理なのかっていうのも分かりやすいですよね。ちょっと手書きで修正してあるところとか、シールが貼ってあるところがね、愛嬌があるんですけども、こんな感じのメニューだとすごく注文しやすいです。値段設定はセットメニューが1200円、そして単品も1200円から1500円と、やはりこちらのお店もセットメニューを注文する方がお得にいただけます。で、驚いたのがこのメニュー、タイ料理でありながら漢方が入ってるということで、その他ドリンクも用意されてるらしいです。今回私がいただいたのがガパオライス、そしてトムヤン君、これはもうむちゃくちゃタイ料理としては有名ですよね。それとクットオドガッティアムプリックタイという難しめな名前のエビ料理、あとノンアルのビールを注文しました。満腹波の平の動画、泡少ななったけど、いただきます。うまい。エビむっちゃ美味しそうやな。でもね、辛いらしい。あ、美味しい。いや、全然辛くないよこれ。これ全然辛くない。これさ、いくらでも食べれる。思ってたより全然普通。もう日本人好きよ絶対に。うん。次もね、順番的にはこれが一番辛い。あー、見た目辛そう。でもこの具の量はすごいよ。今回は最高やな。さあ、ガパオも行きましょうか。卵くずソーゼー。おー、さて、もうね、このこれともう合わせますよ。これはうまいんじゃないか、もうこの時点で。こう、わ、程いい辛さ。うまいな。卵反対にこぼれてるけどな。卵反対にこぼれてるけど、ちょっと卵と混ぜたらもっとな、まろやかに。あ、うまい。めちゃくちゃ具だくさん。ちょっと辛いって撤回するわ。辛いよりうまいわ。うわ、うまっ。うん、うまいな、うまい。いただきながら南国を感じれるっていうのは幸せやね。
エビめちゃくちゃ入ってる。先に具がなくなってしまった。いや、ちょっと我に返った。辛くなってきた。さっき勢いかな。腹減りすぎてて辛みを感じて食べとったんやけど、ちょっとお腹膨れてきたらこの辛さに今びっくりしてる。ごめんなさい。これは辛くないで、全然これは辛くない。問題はこっち。極端に私の場合辛いものがちょっと苦手っていうところがあるんで、担々麺の辛いやつ食べるのが大好きとかそういう人なら普通にいただけると思います。今回専門店で初めて本格的なタイ料理をいただいたんですけども、そら本格的なんですよ。経営されてんのがタイの方なんですから。可愛いおばあちゃんと女性2人、多分親子だと思うんですけども、切り盛りされてる素敵なお店でございました。料理の方なんですけども、私一番ね食べれると思ってたガパオライス、最後は辛くて、うわむっちゃ辛くなってきたと思いながら完食してしまいました。そしてこのトムヤン君、具だくさんでこのボリュームにやられましたね。最後は結構のつコツしながらいただいておりました。そしてあのエビのガーリック炒め、ちょっとね難しい名前のエビ料理だったんですけども、あれとご飯とスープで振って出されるとね、普通に定食でねいただけると思います。多分日本人大好きですよ。ということで本当に美味しいタイ料理でございました。へこたれていいですか。もう無理です。もうほんまにポンコツで申し訳ない。これだけ残ってしまいますけど、美味しくいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。満腹波の平の動画。うん、いや、日本のたくあんみたい。そうそう、ねえ。一口目がすごくこう風味が日本のたくあんみたいだけど、たくあんと違ってたくあんは漬物なのでしょっぱいけど、これは甘い。ねえ。ということで気になる本日のお会計はこちら。お会計は現金決済のみの対応になります。どうぞよろしくお願いします。満腹波の平の動画では、大阪泉州を中心に美味しいお店をジャンルに関係なくいろいろ紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、そしてチャンネル登録、いつでもお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。